これね、ついにトヨタの、まあ、ハイブリッドコンパクトの本命来たなって感じがする。皆さんこんにちは、コージー TV。 今回はトヨタの敵はトヨタ、新型アクア VS トヨタイアリス、真の国民的ハイブリッドはどっちだをお送りします。というのも私、このヤリスが去年出た時に、これ確かにね、新型プラットフォームに新型 1.5 リッターエンジン&1.5リッターハイブリッドで、もう何から何までトヨタセーフティセンスも、ヤリスから新しい要素を入れてましてですね、さらにデザインも新しい凝縮感のまとったデザインになって、注目だったんですけど、僕ね、国民的ハイブリッドは今年出る、つまりヤリスに比べて翌年出るこのアクアだったと思ってたんですよ。というのもこのヤリス、ぶっちゃけね、リアシートが狭い、あとね、デザインがもうヨーロッパ志向振りすぎ。ビッツって言われた時はもっとね、優しい、ちっちゃいけどもうちょっとね、かわいい、かわいさ優先のコンパクトカーだったのが、すごくね、凝縮感と肉感的な、セクシーなデザインになって、このギアのデザインの絞り込みとかすごい。もちろん燃費はね、驚異的で、新しい新世代ハイブリッドすごいとは思ったんですけども、やはり実はこの TNGA の B プラットフォームを使った、もう日本で売れに売れまくった次世代アクアがね、本命だと思っていて、果たしてそれはどうかっていうことが今回の焦点なんですけど、てなわけでカーン第一の勝負、かっこよさなんですけれども、これはズバリ小沢浩二の偏見で言わせていただくと、この新型アクアですね、まずね、全体的に僕ね、もうちょっとスペース寄りのデザインにしてくるかと思ったら、初代のアクアのイメージを持ちつつですね、微妙にね、高級感増してますね。僕ね、初代アクアね、内装が特にそうだったんですけど、ちょっとね、ちょっとチープな印象があったんですよね。そこら辺がね、見事に払拭されていて、まず顔つきですよ、これ。どうですよ、こうやってパッと見てどうですか。輪郭というか、お化粧感違いませんか。こちらそのライト、この LED のグッと、ここの LED のリングというか幅の広い凝った造形が、と、あとここのゴールドのこの縁取りに、さらにこのグリル下のブラックの、グロスブラックというかピアノブラック調の黒、こうやって見ると分かりますけど、まさにお化粧前の女性とお化粧後の女性のようじゃないですか。要するに口紅とアイシャドウなりアイプチみたいなしっかり入れてる。あとね、デザインでポイントなのはアクアの方ですけど、全長は変わってないんですよ、4050で、幅も 1.7m-5mm っていうのは変わってないんですけど、一番大きいのはですね、ホイールベースを5センチ伸ばして 2.6m にしてる。でヤリスはそれに比べて 5センチ短い、2.55m なんですけど、そこら辺でですね、伸びやかさと同時にリアシートを明らかに広くしてるのが伺えます。あとね、実は前高を上げていて、旧型アクアはですね、ヤリスが 1.5 なのに対して1455だったと思いますけど、まあ5センチ近く低かったのが、今回3センチ足してですね、1485にして、スタイリングを見事にこうアクアらしさをとどめつつ、スペース、特にリアシートの居住性を、ね、上げていることが伺えます。でこれは間違いなくですね、あのね、国内をすごく考えた結果なんですよ。で初代アクアはですね、まあ、アメリカでも売って、アメリカではプリウス C って言って、そのプリウスの小型版というイメージがあったんですけども、あれはどっちかっていうとハイブリッドカーがまだグローバルに認められてなくて、さらにプリウスより小さくて燃費がいい車を作ったということで、まさにミニプリウスだったんですけども、ハイブリッドが今や当たり前になった今はですね、このやっぱりヤリスが国際戦略者としてですね、ハイブリッドカーでヨーロッパに降ってきて、もちろんこれ売れましたけど、僕はね、本命は同じプラットフォームで燃費の良さとか安全性の良さを保ちつつスペースを上げたヤリスが本命だと思ってたんですけどね、本当にその通りだと思います。でそれが伺えるのはやっぱりデザインで、このアクアの個性を持ちつつ高級化させたっていうのはね、見事に実現されていると思います。というわけで第一の勝負はアクアの勝ちです。というわけでカーン第2、室内、まずはね、一番気になるのは広さを比べましょう。
まずは新型アクアなんですけども、身長176センチの小沢が座ったポジションで、これね、これ明らかに広くなっていて、ホイールベースがやっぱりね5センチ伸びているので、やっぱ拳2個ぐらいは入りますね。これはね、明らかにヤリスより広く、さらに前高が3センチ上がっているので、そんなに広くないですね。こうやって見てみるもらうとあれですけど、そんなに広くはない、高くはないけれども、それでもやっぱり普通に座れる、ちゃんとアクア、性能を高めてきたなっていう感じです。片やトランクなんですけど、これね、全長が4m50は変わらずに、ホイールベースが5センチ伸びてるんで狭くなってるはずなんですけど、パッと見ね、そんな狭くなってないんですよ。で、容量が205リットルで、これがちょっと、まあちょっと下げにくいですけど、多分ね、この状態で205リットルあって、下げるともっとあるんじゃないかなとは思います。で、一方ちょっとね、ここで一気にちょっとヤリスを見てみたいんですけど、ヤリスが、まあ、全長がちょっと短いんですけど、こちらはね174リットルで、やっぱりこっちの方が微妙に狭いで、なおかつこっちもちょっと下げにくいんですけど、これを下げるともうちょっと広くなるでね、長さちょっと比べてみると、こっち、まあ、上げた状態では測りやすいんで、ちょっと上げて、ちょっとこれがね、この棚がちょっと使いづらいのにあるんですけど、これが長さが、まあ、ほぼ70、まあ、69グレー、この布のところだと69、ここまでだと70で、一番幅広いところだと100だ、100で70、ここ70ね。これ新型アクアで、ヤリスの方ですけど、これもフロアパネルを上げた状態でやると、やっぱ短いよ、63、7センチぐらい短いし、横幅多分一緒ですね、これ。あ、きっかり一緒。やっぱ7センチ、6センチ、こっちの方が広い、長いんで、この2数ね、やっぱり立派だと思います。片や、ヤリスのスペース製ですけど、まず身長176センチの小沢がちょっと乗って、これやっぱりリアシート明らかに狭い。狭い自体ね、これ調べようかな。ちょっとね、ヤリス、まあこの、まあどこから測るかがあれですけど、40センチぐらいしかないに対して、アクアがここが、やっぱ50センチあってね、明らかに入り方からして、ここ、しかも、なんていうの?こっからドアまで、ドアからシートの、見ても見えますかね?ドアの開口部の一番前からシートまで、まあある程度あるじゃないですか、ここ。まあ、上の方だと30センチぐらいあるに対して、ヤリス、ほら、こことここほら、23センチぐらい、上まで見ても。やっぱりここほら、狭そうじゃん。中の広さ以外に、こう開口部が、特にシートの出っ張りとここが、やっぱり狭くて、座ると、いや、まず足首と、あと座るとね、やっぱり、ね、こっちも微妙にやっぱアクアより、拳1個と、まあ微妙なとこですけどね。あと何よりもね、シートがね、シート座面もちょっと調べましょうよね。ここはどっから調べるか難しい。この腰の下からで言うと46センチぐらいのシート幅なのが、あ、同じぐらいだ。シート幅一緒ですね。45センチ、こっちも45、6センチ。ここら辺は一緒ですけど、そうね、背もたれ。そうね、どうですか、そちらが見ていたい、手の立ち具合そんな変わんないか、膝前が広く、やっぱ膝前がね、やっぱ頑張れば拳2個ぐらい入りますね。で、ちなみにちょっとここも調べてみると、アクア背もたれ一番前で62センチ、これはねシートあんま変わんないかもしれない、シート自体は変わんない。それでね、何よりもね、実はね、新型アクアで僕は結構感動したのはクオリティなんですよ。まずね、シートがこれ一番高い Z ってこともあるんですけど、この人工皮革、あとこの織物ファブリック、これ明らかに上質で、今までのアクアって正直ね、プラスティッキーだったんですよ。正直そんなに高級感なかったけど、ここらはもう特に
ヤリスと比べてシートの生地の感じはすごくいいし、あとここはまあ全面ハードパッドなんですけど、ここにピアノブラックが使ってあったり、まあ、ここまでは使ってないですね。ここら辺一緒。あとね、オプションなんですけど、電動のスライドがヤリスにはつかない、これがついて、これがヤリスクロスについてるんですよ。しかもね、これね、正直使いづらいの。これね、ヤリスクロスのとこも言ったんですけど、こうやってこうやって閉じると狭くて、ここね、わかるかな、狭くてここやりづらいんです。やりづらくて、しかもね、これね、ワンモーターで3つ動かそうとしてるんですよ。これで、これで前後、これで上下、これで背もたれの角度。これ確かね、ワンモーターでやるとしていて、すごくそのためにこういうちょっと3つに分割してるんですけど、これ相変わらずそんなに使いやすくはないんですよ。けどもヤリスクロスの時よりは軽くなってるな、良くなってる。このあたりいいのと、あとこれはハイブリッドの Z ってこともあって、ここソフト素材で、基本はこれ全面的にはハードパッドなんですよ。ハードプラスチックなんですけど、ここの横長のちょっとテレビ調のも工夫してるし、ここはこれね、あのちょっとフィットっぽいね、ホンダフィットもここら辺人工こうやって部分的にパッドっぽく使っていた。それからちょっとエアコンかけますけど、暑い。ここにちょっとね、ゴールドじゃないな、なんて言うんだっけ、ガンメタか、そうガンメタっぽいパッドは、ね、結構高品質ね。ここにブルーの革、人工皮革素材、あとここもさっき言ったガンベタっぽいのをあしらってて、こことかね、今までねプラスティッキーだったアクアとは雲泥の差ですよ。あとね、何よりもこの Z で備わる 10.05 インチのこの一体型のねインパネはね、非常によくできていて、この内中のグラフィックも微妙にね良くなっててね、これってね一瞬ね悩むんですよ。最近のタッチパネルのモニターって、一瞬た例えばね、こうやってパッと入った時にエアコンがうるさい、動画撮ってる時に特にそれ気になるんですけど、そこでまあこうやってオフがついてるのはそうなんですけど、こうやってホームって押してこう空調を押すと、ここのグラフィックとかね、今までのヤリスではなかったですよね。それでこれとかね、例えばすごい暑い時、これやっぱりやりやすい。このあたりのまあ絶対的なデカさもそうですけども、オペレーションも非常にやりやすくなっていて、これね本命感ありますね。ついにトヨタのまあハイブリッドコンパクトの本命来たなって感じがする。だからこの辺とかなんかね、ヤリスね便利なんだけど、ちょっとやっぱりグローバル基準で今一つ国内、日本人ってやっぱり特に内装の質感うるさいんで、あんまり期待に応えてない感があったんですけど、ここに来て応えたし、このエアコンのデザインとかも非常にいいと思う。あとここら辺の楕円、ちょっとさっきも言ったようにこちらと見てる新しいモチーフですよね。ここはまあ超高級ではないけどいいし、あとここもブラック あのピアノブラック使ってて、まあこれは Z だからかもしれないですけど、あとここもねヤリスが2眼式の、確かね 4.3インチの真ん中で、これ真ん中の2眼式だったのが、これ真ん中のサイズ自体、これ自体はおそらく変わってないな、 4.3 インチだと思うんですけど、この中のグラフィックもヤリスと変わってない気がします。きますけど、この周りのメーターの見え方変わってますね。一瞬オーディオ焦るんですけど、こうやってそうボリュームオフこれついてるから消す。この辺りやっぱ国内ですよね。やっぱりここら辺がですね、輸入車ってね一瞬どこにボリュームがあるのか、ゴルフもそうでしたけど一瞬悩むって、やっぱここにアナログスイッチ、空調の温度設定、あとボリュームに対してアナログスイッチを使ってるっていうのはやっぱり国内の車だなという気がします。そしてあとね、なんつってもこれね、アクアが違うのはこの電子のシフトで、これプリウスとかと一緒でヤリスがあえてメカ式を使ったのをね、こう電子式にしてますね。この辺りはまあヤリスと考え方の違いを感じます。ただこの分ね、これね、これね足踏み式のパーキングシステムなんで、こうすると ACC いわゆる追従オートクルーズの時に完全停止した後のその保持がね難しいんですけど、これはもちろん使わないんですよ。これ
あの ACC の時は自動でこんなガリなんて踏むわけないじゃないですか。その代わりこれがね自動で D から P に入るんですよね。ここら辺電子パーキングがゆえのその運転支援の良さが、ここにあの現れてるというか、ここで使えるようになってます。あとドライブモード、これです。これでねこのエコノマルって言って、これパワープラスにした時にいわゆるワンペダル運転、トヨタではなんとかペダルって言いましたけど、新たに加わりました。このあたりもねアクアが、まあ、国内市場を向いてることを感じます。それからここのここもなんかアクア結構一応デザイン頑張ってんだな。これな、ここにちょっとメラメラって入ってる樹脂パネルで、で今エンジンかかりましたけど、やっぱ直産のねこう独特の音はしますけど、ヤリスよりは静かになっているような気がします。あとね USB の数ですけど、ここに USB-C、 これは古典的な USB で、ここにシートヒーターで、これがここは物入れと、ちっちゃな物入れと、物入れ、これスマホはここには置くって感じじゃないな、ここに置くのかな。スマホ置き場ちょっと一瞬悩みますけど、蓋付きのちょっとしたちっちゃい物入れと、あと USB が 2種類が2箇所ついていて、カップホルダー1箇所、カップホルダーが2箇所、ここにも運転席側にカップホルダーと助手席にカップホルダー、ちなみにリアシート、これシート生地は基本的にはフロントと一緒で、これ Z だけあって、これ本革超人工皮革、これは素材感は割といい。でこれがそのちょっとスーツっぽいよね、スーツっぽいようなちょっとブルー入った、グレーというかブルーグレーみたいなの生地は結構質感高い。でここはねまあピアノブラックは使ってないけど、ここあここハード、やっぱリアはハード、これはもう全面ハード、全面ハード。であとねここは普通ファブリックで、ここはあのいわゆるスポットライトみたいなの使ってないし、これも LED じゃないねこの色ね、きっとね多分、まあ、この辺りやっぱり量産コンパクトで、しかも200万切るってことでそこまで溺れなかったんでしょうね。でここはねエアコンの吹き出し口なし、するかここにこれだ、これがね給電モードにすると1500ワット使える、これが全車、要するにこれ災害時にいいということなんですよ。でちなみにこの下になんだこれ、アースだ、これだから冷蔵庫とかやっぱり要するに漏電防止ですよね、本格的な家電対応ですね。けどこれアースつなげんのかな、これ要するに漏電、電気が漏れそうな時にこうやって逃がすんですけど、うわすごいな、この辺り本格家電っぽさが加わってる。ハンドルは本革3本スポークで、シフトここは革ではないけど、まあこれちょっと狭い、これまあちょっとタッチはいいけど人工、あこれ、まあ、そうですね、これ可変頑張ってますね、やっぱアクが頑張ってるな。硬いアリスの内装チェック、クオリティチェックですけど悪くはないんだけど、やっぱりね頑張ってるんですよ。ここはハードパッド、コンパクト、このクラスは常識で、でここはファブリックなんですけどそんなにリッチ感はない。でここら辺の素材は一緒だな、ここら一緒、アクアと一緒ですけど、何よりもこのねこれもハイブリッドの最上級の Z なんですけど、ここの人工皮革はともかくこの辺りのちょっとチェックっぽい柄がぶっちゃけちょっとおっさん臭くないですか、おばさん臭いというかちょっとおしゃれとは言い難いんですよね。ここもね頑張ってる、けどちなみにここもソフトパッド、ここがソフトパッド、ここがハード、けどここの白は頑張ってます。であとこれ一番違うのはハイブリッドの Z でもこれ8インチのディスプレイオーディオで、これが標準装備されるのはいいんですけども、やっぱりアクアの方が頑張ってる感じはしますね。ただこのスマホ置きは便利、あとメーターはこれね一緒だな、多分な、おそらくな、サイズとかも含めて一緒だけども、このハイブリッドのメーター、このこちらにパーキングシフトとスピードが出るの別々のやつは、まあアクアの方が分かりやすく、うん、今時のちょっとスマホを意識した
インフォテイメントだと思います。でこっちも楕円なんで、あここはけど頑張ってますね、ここら辺ね。ちょっとピアノブラック調けど、ここはリングは完全にピアノブラック貼ってある。これ Z だけだったと思います。でこれもハンドルっていうかステアリングは本側ですね。この辺り一緒、あここ一緒でした、すいません、一緒ですね、これ一緒でした、アクアと一緒です、サイズ感一緒。ただここ位置関係はいいですよね。ここ一番プラウチの高い位置に運転支援のメインスイッチと、これね、メインスイッチ、これと自動車専用道でご使用くださいって出て、これセット、ここら辺は一緒でした。これも Z だからでしょうね、ここに差し色が入ってる。で何よりもね、ヤリスの特徴はこれが機械式なことですよ。これはもちろん、まあ年配世代にはこっちの方が安心だし、そもそもこの間違いにくい、バックに入れたらバック、ドライブに入れたらドライブ、もう ここで固定で勝手に動くことはないんです。そこは電子パーキングレールをこうやって入れても、まあ、表示で確認するまでね、ここの物理的な位置とシフトが一致しないっていうのがあるんですけど、これは古典的なんですけど、これは好き好きだな。あとドライブモードがここにあって、この辺りがねやっぱりね考え方がね違う。マクラの方がやっぱ今どき感っていうのは出てますね。でちなみにねカップホルダー的というか USB でいうと、このオールドタイプの USB が1個で、シートヒーターが確か安いここにあったので、そういうところに行くと、あとカップホルダーここ2箇所で1箇所、個数は一緒だけれども USB の数が微妙に違うという感じですね。ちなみにリアシートはこちらはね 1500W の給電はない、あとエアコンの吹き出し口もない、その代わりここに物入れがある。でシートバッグのポケットは運転席側がない、助手席側がある。でカップホルダーが左あって、ここのやった辺りはねやっぱりアクアここに本革風の内装材を使っていってると思うんですけど、これ完全樹脂で、やっぱりヤリスの方が一番高いハイブリッドベッドでもやっぱりそっけない。ちなみにアクア再び比べると、これシートバッグポケット両方ないんだな、ここにカップホルダー付けられたと思うんですけど、もしかしたら邪魔になると思ったのか、そのあたりですね。そうだ、センターアームレスト、これバナナついてます、ね、でしかもここにこのチョークの素材使われて、やっぱり質感のアクア、実利のヤリスっていう。